第3位の狭間選手からお話をお伺いしたいと思います。この第5戦を振り返ってみてのコメントください。あんまりいい展開とかセッティングの方向とか走り方ができてなかったのでこういう結果になってしまいました。はい、狭間翔太選手でした。おめでとうございます。続きまして第2位でした山内選手にお話をお伺いしたいと思います。スタートでちょっとポジションを下げたのかなと思ったんですけれども見事に最後まとめてきました第2位ですがこの第5戦ちょっと振り返ってみてください。そうですね、スタートで、4番から7番8番あたりまで落ちてしまったので、そこから巻き返すのに少し時間がかかってしまって、全然トップまで届かなかったです。シーズンの途中からの参加というのはどうですか？前回本当に6位7位あたりでボロ負けしてしまったので今回なんとか本当に上に上がっていこうと頑張りました。途中からの参戦ながら2戦連続の表彰台ということになりました。見事でした。おめでとうございました。はい、山内美宇選手でした。続いて最後になりますが優勝いたしました玉木選手にもお話をお伺いしましょう。おめでとうございます。ありがとうございます、はい。4連続のポールポジションを取っていましたがこの第5戦からちょっとその玉木選手の記録が崩れた部分もあったと思うんですけれども優勝しました。第5戦どうでしたか？タイムトライアルの時はちょっとプレッシャーもあったんですけど、自分の走りしたらいけるかなと思って走ったんですが、2位だって、決勝の時に、スタートで、アウト側だったんですけど落ち着いて走ったら、1位にずっと離されず、そのまま抜けてそのまま逃げていけることができたので、展開としてはいい感じではあった感じです。しっかり全6戦戦ってきた上でポイントも取れましたし鈴鹿への意気込みもここでちょっと聞きたいなと思うんですが、このまま鈴鹿でも1位取ってチャンピオンを狙いに行きたいと思います。はい、わかりました。玉木優子選手でした。おめでとうございました。では以上上位3名のドライバーの皆さんに大きな拍手をお送りください。